カーディナル・オフィシャルはカナダ・オンタリオ州トロント出身のヒップホップアーティスト、音楽プロデューサーである。ラップとレゲエを融合させたオリジナリティの高いフローが持ち味である。1976年、カナダのトロントで生まれた。8歳の頃からラップを始め、12歳になるとライブ活動を始めるようになる。カーデネル・オファシェルというステージ名はフランスの詩人。 カーディナルリッシュ流から引用したものである。その後も着実にラップのスキルを磨き続け、20歳になると自身初のレーベル契約を結ぶことに成功。1997年にはファーストアルバムアイアイでデビューを飾った。その後も様々なレーベルを移動し、大手メジャーのゲファンレコーズからリリースしたホースアルバムノット4セールからのファーストシングルデンジャラスが アシャット100の5位を獲得したことから全米で注目を浴びることになるスタジオアルバムコラボレーティブアルバムありがとうございます。